おはようございます、ファッション攻略マガジン攻略軍団のショーです、本日12月2日カイドウ G スタイルへの道ということで、実践店舗さんは、おなじみパパ小岩店さんにお邪魔しております。はい、今抽選を受けてきて、オープニング撮ってるんですけど、まだ見てないです。なんで僕は見なくてパッて出すんで、カメラマンさんの僕表情で番号やったいと思います。いきますよ、3、2、1。はい、あー悪そう。見ていいですか。うわー、いや一応僕狙い台が番長3なんですけど、3台なんですよ台数が。一応今順位の方がですね、3名、終了しておりまして、1位が平さん、2位がワルペコ、でもヘミクさんも論外、上位2名しかいけないんで、ヘミクさんもマイナスになっちゃったんで、もうこの時点でも出れないと。なんで、まあ番長で2000枚ぐらい出しておけば問題ないかなと思ったんですけど、抽選番号が悪いんで、まあ、とりあえず、テナの入って、決めていきたいなと思います。本日はよろしくお願いします。狙い台は番長3、打ちたいのも番長3、一択でも多分、あーやべえ、みんなパチスロいった、これダメかもしんない。よっしゃ、よったいざ、うーあー、6日前がちょっと出てるぐらい。これにしよう。はい、じゃあ番長3打っていきたいと思います。一応パパ小岩店さん、定価専門店なんですけど、僕は定価したと思ってないです。なぜなら全財産が全然ないからまあいいや、行ってみましょう。とりあえずまだ番長3左右空いてるんですけど、3台あってどうかな、埋まっちゃうかな、埋まんなかったらもうすぐに行くんですけど、で今一応これナビ出たんですけど、 RT 状態は、設定変更、据え置き問わず引き継ぐんで、ナビ出たからといって据え置き確定とかそんなのないです。でも新たな推測要素、先月かな、今日12月2日なんですけど、先月の20ちょいぐらいに出た ART 後の引き戻し、種ありと種なし、どちらも設定差あり、正直種ありの特訓の来たら瞬間にもうほぼ6がかなり濃くなると、まあ、種なしの時も6やと 40% で、とりあえず種あり種なしタックもいく、そのうちの約3割は、確定対決になるんで、まあ、それだけでもかなり、6は見分けやすいんじゃないかと思うんで、そこら辺も見つつですね、あとあれですよね、 MB の書き換え、対決最終ゲームの MB の書き換えもなんだかんだめちゃくちゃ設定されましたね。1やと、0.39% かな、6やと 2% 弱、もうほぼ 2% 3倍、4倍以上か、ん5倍ぐらいあるんか、うん、5倍だ、設定差とかあるんで、やっぱそういうとこでも番長設定6はもう別格。でも結構僕番長3死ぬほど打ってきたんですけど、まあ、対決カウンター結構重視される人多いと思うんですけど、僕は正直そこまで重視ないです、そこまでです。重視はもちろん見るは見るんですけど、正直それだけ見てると、まあ32回超えないとかはもちろん見るんですけど、結局僕も6打った時とかも32回3回超えたりとかもしてるんで、まあ、言うて A やと、まあ、半分は32回超えちゃうんですけど、もし B、通常 B でも約3割は32回超えちゃうんですよね。
チャンスモードでも 10% だから、まあ全然 1,2 回とか超えちゃうんで、それで見切るのは危ないんですけど、どっちかというとどんだけ対決連チャンに行って、対決連チャン対決連チャンみたいなのが、来るかどうか、これを結構見てます。対決連チャンからまた対決連チャンに移行するかどうかですね。そこで何を見分けるかというと、1356か、24どっちかを見分けるぐらいの判断材料にします。やっぱ24って連チャンから連チャンって、8分の1ぐらいしかいかないんですよね。たったの他のはまあ5分の1だったりとか、もうちょっと6だといくんですけど、そこを見て、まあ、24か1356か判断していくぐらいが多分ちょうどいいぐらい。子役ばっか引く。おお、ベルなら対決連チャン、チャンス目かな。ベルだってことはいきなり対決連チャン飛んだってことなんで、これはもういいけど、いきなり5回目のベルですね。珍しい、今オーラちっちゃかったですね。基本なんか対決行くときって中オーラでも出るんですけど、192ゲームね。いや、いいけどいいけど、はい、誰だの時は、ハズレもしくはレア役、それ以外なら対決確定。あ、惜しい。あ、いた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 。はい、5回目のベルでいきましたね。 MB 引けばそれだけで 40% 以上の期待値あるんで、メンコの場合。あー、来た、うまいね、完全狙った。この出目ベルベントリプレイ、一応あの目押しとかミスってもちゃんと中右に、ベントを狙っておけば、取りこぼしとかもないんで、結構積極的にやってみてください。単独カウンターの上段ビタ押しです。で、おそらくリップリップ、 OKOK、 危ない危ない、今日詰めるシーンとかあったらね、なんで今そこで今日詰めるシーンなんやねんなるんですけど、あとはもう面向を願うだけで、こういう時バドミントンとか言うんよマジで。あ、よかった、よーし、これで 40% 以上、あとはもう 40% のレバー、集中しろ。この 40% で当てるか当てるか相当決まる。この 40% 当てれなかったら僕はコンビニにお金を下ろしに行きます。あー弱い、じゃあ面子でもチャンスを当てなきゃダメ、それかもしくは第3停止後に白いカットイン、枠へ止まんないかな。あー止まった、熱い方、よしよし、一応チャンスアップの方、カットイン注目、ビラは嫌、よーし、で特訓確定です。あーでもこれ結構レアじゃないかな、あんまり出ない。一応特訓の面子、あ、番長2とかでもあったかな、特訓、特訓系の煽りが来たらもう特訓確定で、もしベルで抱えた場合は、3分の1でここで勝ちます。3分の2は潜ります。あー、そう来るか。可能性があるのは、リプレイ MB もしくは弁当なんで、右リールは、青ならを外してください。できればバーとかになっておくと楽。出ましたね、これ分かりますか、ベルこぼしです第一ファースト正解のベルこぼしです。最悪、あで書き換えていた場合は即特訓行きやすいんで、ベッドで、このベッドに集中、よーし、これあったな。で一応即特訓の場合は書き換えてる場合は、4分の1ぐらいかな、もうちょっと行きづらかったかな、で選ばれる、かつあの対決の格上げ抽選をしてくれてます今。よーし、これは僕勝ったと思います。正直熱い、これは相当熱い。203ゲーム特訓開始、ゲーム数に注目。いやー面白いでしょ、番長3、これもう楽しいのよ通常時から。いろいろ言ってきますね、演奏法則も。おーし、よし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 、今見ました、外れてボタンされたじゃないですか、これは中対決以上、かつ書き換えてる時にも出やすい印象があります。僕の実践上これが2回3回とか来たらもうほぼもらったみたいな感じです、僕の体感ですけど。
とりあえずバドミントン者出てくるって言ってたら、これでメンコとか出てくるんですよ。どういうことかっていうと、矛盾なんで確定対決なんですよ。これがうまいんですよね。やらしい番長、ほんまエロいんでやらしいんですよ。そういうことやってくるんですよ。本当にあー熱い。違う、強パターン、ん、強パターンだっけな。いや、とりあえず熱い。多分当たりました。しかも白なんでも激熱ってことは、あの時たんと 40% 以上のレバーを叩けたってことなんですよ。俺はつまり俺は天才ってことなんです。はい、これおそらくシークレット対決だと思うんで、発展しないかなの場合は、あの左シャッターからあの紫ナビとか出て、あのミサオちゃんが出ます。普通に対決行く場合もあるんですけど、もちろん、203ゲームからなので、今12ゲーム目、次13ゲーム目、違う、これが13ゲーム目ですね、すいません。14ゲーム目、発展するんかな普通に。これ一応取ってください。これ MB じゃないですか、白でボタンちゃんが出れば確定です。はい、あーくそそあー楽しいでしょう。大好きなのバンジョスリー、マジで。あー楽しいよね。あ、202、じゃあ203でいったんで、これ16ゲーム目、17ゲーム目、あ、発展するかな。18いった、あ、当たりました。203ゲーム、18ゲーム超えたんで、ほぼ当たり。はい、当たりました。203ゲーム、19ゲームの発展なんで当たりです。帰っちゃいましょう。おそらく自覚出るんじゃないかな。基本的にこういう時自覚出やすいんですよ。いきますよ、はい、大体わかるんで打ちまくると、打ちまくると分かっちゃうんで、はい、よーし、一発目のLT、投資が2000円、225ゲーム、あ、車来るよね、大体車来るんで、はい、はい、よー、おー、いいでしょう。あ、そうか、メンコやん。確定対決オンパレード、確定数、はい、227ゲームのだ。それやったら俺次回国出してほしくなかったな、今の。どっちかというと僕は、僕の個人的なあれですけど、で、ほらメンコでしょって言いたかったっす。ん、違うわ、あ、そうか、中対決するとメンコやったら確定じゃないですか。それを見たかったんですよ俺は。まあ OK、 227ゲームこういう格、うん、よーし、スーパー順調、早いな、ちょっとベル貯めたかったな。さあ、ゴー大事かどうか。これはちょっとループストックも怖いんで、一発目、1日目でしのみたい。 35% でいきます。で、ここのレバーでゴー大事なのか出た場合、これは天国確定になります。あー違う、そっちじゃない、これ捨てちゃう、俺なん、違う、これは違う。で、移行するかどうか。これで合意確いってもいいよ。あーダメ、まあ言うても4分の1でループストック取れるんで、まあ、ループストックの抽選も終わってるんですけどね、初回の対決勝利した瞬間からの、抽選してるんで、レバーオンで、これはもう決まってるんですけど、まあ、あとは願うだけ、いてくれって願うだけです。もしくは、継続ジャッジでバサしてるときにレア役を引くで、無理やり乗せる、ファー、お弁当、あー来てないよね、赤ないかな。これはスーパーラッキー、おそらく 25% 取ったんじゃないかな。あ、とりあえずラッキー、とりあえずラッキー、あー、よしよしよし、いかないよね、
かないよね、リプレイだよね。一応行く可能性もあるけど、多分行かない。ラッキー、ラッキーだ、これはラッキー。いいよ、いいよ、涙しいよ。さあ、ベベリ、僕の大好きなベベリ止めましょうか。オラー、よーし、今日滑るし、やめてね。あー、よしよしよし、ラグビー、おーし、よーし、勝ってないけどよーし、この MB はうまい。でも油断したらこいつはマジで牙を剥いてくるんで、絶対気に入れちゃダメ。えぐり込むように打つべし、えぐり込むように打つべし。これどうすか、わかります？ MB5 のバー上段チャンス目一角だよ。よっしゃ皆さん、えぐり込める打つべし、だいたい50分の1です、 MB のやる手中、つまり天才俺は。もちろん、チャンス目は勝ち確です。あとはあー惜しいな、これ赤やったら80パルーペンだけど、よーしさあ色付き、こい色付き。3日目は行きました、行きます。あー青かループ出てこい、弱いね。ループ取ってた時の2分の1でここ光ります。まあ、演出すらなし、まあ、チャッピーはねループ取ったら 50% 以上確定なんで。いやーでも今の MB やな、うまかったな、あれはうまい、マジでうまい。からのチャンス目をこうねじり込むっていうね、こいつめっちゃうまい。あー今日勝ったな、俺が G スタイルに行く、俺が行く。やばい、今しまった。今なんで僕残念がってるかっていうと、この画面のさっき第三停止時に3日目に次セットか、次セットの郷大事の移行抽選で、郷大事に行った後の対決で絶頂入るかどうか、あとはステージ抽選3つをこの第三停止押した瞬間にしてるんですよ。だから僕今気抜いて押しちゃったじゃないですか、これダメなんですよ、もう減点。これはもう番長好きとして僕は今減点ですね、反省です。でこれで郷大寺行かなかったら俺が悪い。あーしまったな、今のは、今のはためて押すとこやった、絶対完全舞い上がっちゃいましたね。いやこのやり手伸ばせたな、おーし対決いった、チャンス目じゃないか。あ違う、え弁当やったら激アツよ、今日対決以上です。やば、行くんじゃない、これ行くでしょ。しびれる、しびれる、強対決以上だ、やべえ、確定対決の可能性持ちあります。さあ誰持ってきたかよ、誰持ってきたかよ、それよ、そんなかっこいい名しとるけど岩をくれか、んーまだだ、次回動く、岩を送ってお願い。あーてめえのバスケは嫌なんだよ俺。いや僕の勝手な持論なんですけど、さっきのバスケットは中対決ぐらいだと思ってます、正直。入れるかそのまま出てくるか、あねえ矛盾とかしてくれたらな好きになるんやけど、メンコーとか言ったらメンコーってなるんですけど、あー怖えな、とりあえずベルヒは 50% やから一回引いとこう。
ねじり込むように打つ。よーし、いいね、気を詰める。50パーやから2発いとこ。あーんってよ。おー、また涙ないね、また涙ないね。 MB、 よーし、取れよ、トドロキボール取れよ絶対。あー、あれ、3ゲーム連続詐欺じゃない。よーし、ふざけんなマジで。よっしゃ、ビビらせやがって。こう、あーん、あん蹴る、あん蹴る。よーし、よーし、赤、おーし、ループ持ってこいよ、ループ。いけー、青か。でもこの時点で、1個目のループストックは、決まってます。だからもうここは気合い入れていれば届く必要ないです。あー、まあ、とりあえず延命、とりあえず延命。一応ここで、裏ボタンも有効なんですよ、継続ジャッジ中も。まあ、ループ取ったらやりたかったけど取ってなかったもんな、多分取ってないな。ここよ、そう、俺はここ見たかったの、さっき。では次4日目なんで、ストックも多分もうこれラストだと思うんで、まあ力込める必要はそこまで正直ない、ないけど一応しとこう。そうか、じゃあチャンス目狙っちゃおうかな。ああ止まるね、チャンス目近く。何対決、いやさすがにこのエースで強弁当ってことはないかな。一応狙っとくか。こうずれたら7の塊がこう上中段にずれて止まったら、長板に角、強弁当プラス長板に角。まあそりゃそうかな、これチャンス目、対決ですね。やっぱ番長を伸ばすには一個一個の対決をしっかり勝っていくことやから、岩尾、体の大きさ似てんけどね、揺れろ。あー、ラグビーか。さあさっきは決めたぞ、ねじり込むように打つべし作戦。もう一回ぶちかまします、ねじり込むように打つべし。あー、中はダメよ。一応チャンスアップあれだ。でもな、射程わーってついてるやつじゃないじゃない、一番強い。あー、ベルは引いた。赤、危ない危ない、突き火しちゃう、突き火しちゃう。よーし、よしよし、もう一回、もう一回、もう一回遊べるぞ。意味わかんないけど、行こう。あー弱い、ごめん、あーごめん。おっ、おっ、おーす、やらしいよね今日ね、演出がうまい具合に見せてくれるよね。これでループ取ったら今日勝ちます。青か、青ラッシュ、スーパー青ラッシュでね、射程は弱い。これがボタンちゃんとかやとループストックってなるんやけど、射程は結構な俺弱いイメージって言って光る。あーね、ある、泣く笑い、やらしい。次ゲーム発展すれば対決、う、あー頼む、大ステージ押して煽り来なかったらアウト。うわ
ボタンちゃん赤。ほら終わった、もう最悪よ。今の2回ベル行けなかったのが弱い。とりあえず5セット、終わったかな。一応ミサオちゃんが出てきていただきジャーニーよの場合もあるけど、あー終わった。多分ベルこぼしなんでアウト、ああ転落リプでしたね。あ、今分かりやすいですね。 ART の終了後の、対決カウンターは、通常時に持ち越されても引き継ぐって感じですね。割れた場合 ART 中割れちゃったりしたら、まず ART の抽選ですよってことです。ってことは、引き戻しかな。今全長入ってるんですけど、引き戻しトックの抽選じゃないかこれ。早いゲームするの。一応ここから覚えてきますよ、2ゲームから。多分熱いベルエース、あほら特訓なんで2ゲームからかな。出来物特訓これが大事ですよ。種ありやろうがなしやろうがもう絶対言ってくれた方が偶数かつ高設定の可能性がガーン上がるんで、ガーン6だと 40% ですよ。お願い強いエース出て、白ジャージ。あーこのこれベルこぼしなんですけど、へって言ったら特訓の子やったんですよ。あー出てこない、弱い弱いか。あー32回いっちゃった。対決はいくけど、あーでも今10ゲーム目か。あとうーん3ゲーム4ゲーム以内に来ないとまずい。あーこれこっちの煽りちゃったんじゃないかな。あー一応まだ特訓の煽り。でも12ゲーム13ゲーム一応 66% あるんですよ。でベルヤと今3ゲーム目なんでほぼ特訓の煽りやと思う。カオル先生頼む。よーし、キモロストック、キモロストック全長確認してから、13ゲーム14ゲームぐらいですね。これがな確定対決やったらって話なんですよ。じゃあどうやって見抜いていくかっていうと、演出法則だったり、特訓のゲーム数だったりで、確定対決を見抜いていきます。ここはやっぱり経験値というかそういうものが必要になってくると思うんで、ちょっと説明していくんで見ててください、15ゲーム特訓。もう一個もう一個欲しい。狙うぞ、狙ってけ。おらー来た、見えてた今、顎見えてたもん今、本当に顎見えてた。さあ来たよ。でも確定ではない、これは確定ではなくて、恐竜まで行った場合弱対決の繰り上げは 1%、 中対決が49かな、で強対決50だから、弱対決が出てきた瞬間にほぼほぼ、確定対決、これも大事、覚えておいてください。でその場合注意してほしいのがマダラの調理実習、あれはなんか並び的に弱対決かなと思う人もいると思うんですけど、あれは内部的な中大期扱いなんで、一番今出てほしくないのはマダラの、調理実習になります。まだねまだね、今10ゲーム目11チェリー13、まだ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 行くなよ、まだ行くなよ。あーダメ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 、まだやめてまだやめてね。あーよしよし、15、あー行っちゃうこれ行っちゃう、あー行く、あー行く、あーあーあー行った。これね俺マダラとかやと思うんよな。これ多分俺の 予想では当たってないです。今多分いきます。
あ、俺マダラの調理実施やと思うんすよこれ。あー、よかった。バドミントンバドミントン、あー揺れちゃった。これは正直サンプルには含みたくない。もちろんかけてないけど可能性も全然あるんですよ。いや、とりあえず勝ちましょう、とりあえず勝ちましょう。1ゲーム目引いたらほぼ勝ち。さあ研ぎ澄ませ、6択を6択を研ぎ澄ませ。今中、MB、 よーし、よし、これが最強の MB、 最強の MB。 えぐり込むように言います、えぐり込むように。でも3人7の8で一応長番長もありますから、このランプを見つつこう見る感じ。 OK、 こう光ったら長番長。ああ、長番はなかったけど、いい音した、勝った。よーし、うまいね、いい方のベル持ってくるでしょ。これは勝ちましたね。よし、34ゲーム干物ショックンから勝ち。よし、スーパーいい挙動。俺が G スタイルいきます。よし、ナイスベル。あー、チェリーやね。でこの時は、枠上にちゃんとバー、枠上もしくは枠下にバーを押すと、チャンスチェリーの場合でも、中段チェリー止まってくれます。はい、これはもうチェリー適当しろ。 OK、 あーら、あー、そっか、今もうこっち潜ってるもんな。これどういうことなんだろうな、これちょっと悩むな。このチェリーで潜ってることを示唆してくれてるんか、対決潜ってるからこのチェリーでマチコ先生出たんかはちょっと分かんないです、すいません。めっちゃ引くやん、ははは。おー、そう、マチコ先生、あ、違うんだ、そこは違うんや。あー、行っちゃった。はい、スタート。一応ループ取ってて、レバーで歌変わる場合もある、変わらず。でもループ取ってる可能性はもちろんあります。出てこなかったらさっきのチェリーはいな、あ、やっぱいるんかな。マジコ先生は出た回数分その対決の期待度を示唆してくれてるのかな。そっちの方が嬉しい。どう、あー、リプレイだ。ってことはいる、屋形船リプレイなんで。あー、そうですね、おそらく僕もこれ勉強になりました。多分対決潜ってるからあれ出したってわけじゃなそうですね。あのチェリーで、対決当たってるかもよっていうマチコ先生当たってことですね。一個でいい、一個でいい。勝ちに行く、関係ない、勝てば一緒やから。別に強対決やから、ループストック言うことがないんで、勝てば一緒。弁当、あー、エビ、よーしよしよしよし、 20% のレバーオン。赤、 75% 期待度一応。でも俺この次ゲームでうーんって言わなかったら危ない。耳だけ、耳だけ集中。勝てば一緒、兄弟決でも関係ない、勝てば一緒。リプレイで勝ち確、 OK。 バカ野郎、さあそろそろループ持ってきていい、そろそろループ持ってくる時期だと思う俺は。ボタンは白、あー、声出しても無理やね、関係なかった。オッケーオッケーオッケー。
25%、まあ、50% でもあるんですけど、ループ持ってきてくれたら3日目まではいける。一応この第3停止は毎回集中、もし、ストックが2つあったら内部的に、7% で合意角いってくれるんで、この第3停止はやっぱ集中。はい、決まった。今、どのステージに行くか、ゴー大事に行ってるかどうかで、その対決で勝ったら絶中行くかどうかは今決まりました。赤、あーそう、で一応リアルキャラのマチコ先生をイメージ、それでできたら、合意が確定。ああ、さっきじゃない。あの、マチコ先生、こういうやつかな、なんか、こっちにいるやつ。なんか何種類かあるんで、右にいるやつって覚えたら分かりやすいです、リアルキャラ。持ってたねー。MB がいい。MB。よーし、だいたい50分の1でチャンス目は、継続確定、ストック確定。あー惜しいよね。来たよ、 47% のボタンプッシュ。おーっと、おー、切り抜いた。やばいぞ、これやばいぞ。あー、ここ止まんないから。いや、これ大変やな。だって第3停止でここも見なきゃいけないし、47本も引かなきゃいけないし、もうあーってなる、もうあーってなる。ちょっと待ってね。だから一番いいのはこれでストック取ってて、7%と 47% のボタンプッシュかつ、絶頂対決 6% の、ボタンプッシュが最強。どれかは育ってほしい、どれかは。ここアップしてください。ここアップで来いよお前。あー、まぶしい、やったこれはでかい、スーパーでかい。あとは俺のボタンプッシュがどこまで通用するか、さっきの。いやー、まぶしかったね今のは。気持ちいいわ。一応リアルキャラ出た方が上位ステージの期待持ってたんですけど、ちょっと弱い。いや、あるなくはないから。 7% のボタンプッシュできた気がする。おい、いた、よっしゃよっしゃ。ほら、見た今の 7% のボタンプッシュ。さあ、第1関門はクリアした。次は 47% ももう抽選終わってるんで、それいけばもうこうなる。あー、無理ってなるから。いや、まだダメ、まだ気抜いちゃダメ。俺は 47% のボタンプッシュしたんで、ゴーダーにも行く。なんで俺も出ない。 47% ちょうだいって。うわダメか。あー、やっぱりいないな。さっきのあの弁当は超うまかったってことですね。4セットの685枚、枚数引きすぎですね。いや、ガセはあるよ、全然ガセある。一応復活の可能性はあるけど、ベール、あー、やめて、ベール。あー、終わった、これ終わった気がする、終わった気がする。ほら、いない。じゃあ引き戻し特訓がいい。シャッター閉まって、あの、さよならはやめてほしい。結構あるんよね、結構ある。これやって終了後の夕方ステージ。はい、知ってる、大丈夫、俺は気づかない、知ってる、大丈夫。
ル煽り多かった気がするんやけどな。ってことはいやベルかな、24回目のベルか、引き戻しとくんか。それかゾーン外の25ってとこ選ばれたか、薄いとこ。あーでも特訓の煽りじゃないんで24ベルでいったんかな、対決にかガセルか。一応ガセあるんで、あのパンダのビラはほぼいきますけど。対決、ああそうですね、そうですね。あ、特訓あ割れた。一応ですよ、一応通常ビビの可能性もあるんですけど、多分24回目だと思う。25回目だと特訓早すぎるんで、さすがにおかしい。26ゲーム特訓割れちゃったな。でもってことは24回で直特訓の振り分け持ってきたんか、通常 BB か。俺は通常 BB がいい。気がする、降ってきた、微妙。14ゲーム目いっちゃう。あーいっちゃうか。ってことは24で普通に、特訓に行ったんか、次回国出ないかな。で通常 BB とか、あー出ない。勝ちたい、すごく私は勝ちたい。通常 BB の前兆値だともうちょっと強いエース出ると思うんで微妙。どっちかというと24ベルの可能性が高い。おお、チャンスアップ。サッパー出とるね。あー弱いか。あーこぼした。いや、あーあるな、あるな。で一応何も引けてないんで、これで ART 出てきても強制逆転の可能なんですよこれ。いやシャッター閉まるんじゃないか。これは楽しみよ。45ゲームちょっと前兆のタイミングがおかしかったですよね。ちょっとおかしかったですよね。閉まんないかな。いや ART か、 ART よし。通常 BB6です。よかった、やっぱりね、さすがにって思っちゃいましたもん今。え、違和感違和感。行くと分かっててのこの夕日、綺麗ですね。あの、よかったです、通常 BB です。2発目いやマジで嬉しい。だってさ俺 G スタイル出れないんじゃないかと思って、マジで超出たいと思ったからめっちゃ嬉しい。まだ決まってない、まだ決まってないよ、まだ決まってないけど